はい、皆さんこんにちは、釣りケンちゃんでございます。今日はね、釣りイカだと大丈夫か大丈夫かということでね、お送りいたします。ね、あまり多くは語りませんけど、ということで、続きご覧ください。どうぞ。実はですね、今もう夏初夏を迎える時期ではございますけれどね、冬の話なんですね。冬になりますとね、イカ釣りしますとやっぱり寒いです。もう我々ね、若い頃はイカダの上に雪が積もろうが、こうツルツルで凍ろうがね、 何しようがね、行きましたから。海に薄氷が張るような時でも行きましたからね。もう今はなかなかですけれど、まあ、そんな時の話でございます。もちろん寒いですからね、たくさんこう防寒着を着込んでいくのはもちろんなんですけれども、いかだの上にね、火を持っていかないといけないもんですから、皆さんレンタンコンロってね、ご存知ですかね。こちらの方にちょっと載せておきますけど、このね、レンタンコンロ、実はね、中にこうやってね、レンタン、こう炭ですね、こうこれ真っ黒、これもこちらに載せておきますけれどね、この炭を入れてね、火をつけまして、まあ、当たるわけですよ。あったかいわけですよ。で、その上にこう、やかんも乗せましてね。やかんも乗せておきますとね、中に水入れますと当然ね、温かい、沸騰しますから、簡単にね。温かいものも食べれますしね。そのね、まあ、海水とか水をね、こう、手洗いバケツにジョバジョバジョバーっとこう入れましてね、手入れますと温かいですからね。団子で手が汚れて冷たい水でね、置いといたらもう風に吹かれて、もう冷たくて仕方ないですから、あったかいね、こうお湯でね、手を洗うこともできますしね。なかなかこれ、冬はね、必携優れもんなんですよ。まあ最近でこそね、祖先屋で置くようになりましたけれどね。昔はもう自分で持ってったんですよ。で、こちらに載せております、普通練炭コンロっていうのは、ガソリンスタンドでオイルの入ってる缶。まあ、ペール缶というんですけれどね。マニアの方集めてるようですけどね。このペール缶の中に入れてこうやってね、持っていくと、まあ、横にゴトンとこう倒れてね、壊れたりとか、まあ、あとはね、直接風が当たらないんで、だいたい長持ちして一日釣れるんですね。うん。で、このペール缶に入れたものなんですけれどね。でね、実はこれいい使い方、またね、いろいろ教えますけれども、熱燗みたいにしてね、やかんの中にお湯沸きますでしょ。でそこにね、缶コーヒーとかをこうやってね、入れておきますと、熱々がこう飲めますからね、これ非常にありがたいわけですよ、寒い中ではね。で、問題はそのね、缶コーヒーなんですけどね、これ必ず皆さんにね、言っときますけれどね、缶コーヒーはね、プシュッとこうね、開けて、それからこうね、やかんの中に熱燗のようにこう置きまして、温めてこう飲むようにしてください。もう本当に沸騰するぐらい熱くなりますからね。これをですね、以前私ね、釣りに行った方とね、向かいのイカダになりましてね、私が手前で、もう一人の方沖のイカダで、お互いこう向き合って釣るような感じになったんですね。お互いこう向き合って釣るような感じにね。そうしましたらね、寒い背中釣ってますでしょ。朝の何時頃でしたっけね、もう忘れましたけどね、どうなったか皆さん分かりますよね。私散々注意しましたから今ね。ね、その方ね、プシュッとこう開けずにそのまんま缶コーヒー突っ込んでたんですよ。ほでどうなったかって言いますとね、分かりますよね。ドーンっつってね、大爆発したんですよ。ドーン、私、びっくりしましてね。その瞬間、見た瞬間ね、その方ね、イカダ向こう側の、20メートルぐらいイカダ向こうにいますからね。私から見たら、このぐらい小さくこう人間見えるわけですよ。もう周り白くなって、もっくもくになりましてね。あれ、時間にして3、4秒でしたからね。もう、もくもくで見えないんですよ。私びっくりしようかってね、発見取られてますね。しばらくすると風でね、煙がもくもくがこう垂れてくるんですよ。ね。よく昔あったドリフとかのコントでね、爆発した後、こう髪の毛シワシワになってね、
もう顔も真っ白になってるのありますよ、志村けんとかが。あんな感じになってましたね。いや、もう死んだんじゃないかと思うぐらいびっくりしましたね、でかい音で。そしたら向こうの方から、ね、手振ってね、ね、けんちゃん、生きてるぞーとか言ってですよ。いや、生きてるのわかるけど、大丈夫、怪我もない、大丈夫ですかって感じでね、私も非常にびっくりしましたね。もうとんでもないね、あのおっちゃんでしたね。まあそれだけのネタなんですけどね、ほんまになんていうんですか、いかでもね、原爆にも落ちたのかと思いましたよね。もう皆さん本当に注意なさってくださいね。こういうね、まあ今思うと面白いんですけれどね、本当にもう精神にかかるんじゃないかと思ったら、びっくりし、爆弾破裂したような感じでびっくりしましたんでね、皆さんもね、こういった釣りにはいろんな危険がね待ち受けてますんでね、気をつけるようにしてくださいね、本当にね。でもレンタンコンロって本当にいいもんですから、冬の釣りには必見ですからね、必ず持っていかれてくださいね。水はちょっとね、クーラーに持っていけばいいぐらいですから、ここでね、お昼にあったかいラーメンも食べれますんでね。手を洗うのは水もったいないですから、海水入れてね、沸かしたらいいんです。で、食べるときちょっとね、水が簡単に洗ったらそれでいけますから。神経質の方は無理ですけどね、私はそんなの気にしませんからね。ね、皆さんもね、十分に注意されてね、楽しい釣りを、やっぱりね、楽しい釣りを過ごしてくださいね。何言ってんのかちょっとわかりませんけど、まあね、ご注意ください。それではね、短いですけれどね、またこういった小ネタもね、挟んでこれからやっていこうと思いますんでね、よろしくお願いいたします。それではね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それなら、また会いましょう。